それではこれまでのご活躍への敬意とプロとしての新たな出発のお祝いの意を込めて、羽生選手の所属先である ANA 様からグループを代表して客室乗務員の方より花束の贈呈を行います。なお撮影は皆様のお席からお願いいたします。それではまずお二人ご一緒に正面から、正面のスチールカメラマンの皆さんよろしくお願いいたします。続きまして、羽生さんから向かって右側お願いいたします。それでは左側お願いいたします。それでは奥のスティールカメラ、失礼いたしました、 ENG のカメラに向かってお願いいたします。正面からお願いいたします。右側お願いいたします。では左側お願いいたします。ありがとうございました。それではここからは羽生さんお一人のフォトセッションでお願いいたします。まずはじめにスティールカメラマンの皆様正面からお願いいたします。お花はまだ持ったままでいきますか。はい、最初お花持ったままでいきましょう。はい、それでは正面お願いいたします。では右側お願いいたします。それでは左側お願いいたします。では奥の ENG カメラお願いいたします。正面からお願いいたします。では右側です。では左側お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは一旦お花をお預かりしてもう一度フォトセッションを行います。まずはスティールカメラマンの皆様正面からお願いいたします。では右側お願いいたします。では左側お願いいたします。それでは何かポーズを決めてもう一度正面、まず正面から、はい
では右側をお願いいたします。では左側お願いいたします。では奥の ENG のカメラに向かってお願いいたします。正面からお願いです。では右側お願いいたします。では左側でお願いいたします。